朝一で星野洞という観光地にやってきました。一図ってこれよくわかんないですね。これもう免許剥げてます。多分どっかです。はい、まあいうことで、そこの白い建物から入るようです。よいしょ。入場料金が1人1000円。よいしょ。ああ、周りは一面のサトウキビ畑の横に、はい、入り口があります。あっちが受付の建物です。入り口を入ると長い下り坂。入り口入るとムワッとするんですが、ちょっと降りてくるとあ、だんだん空気、気温が下がってるなっていうのがわかります。この右側のこれはですね、帰りこれを上がるのが大変なので、帰りはあのこの動く歩道に乗せてくれるらしいです。まあこれで1000円はリーズナブルかもしれないですね。基本今日我々が最初のお客さんだということで、我々のために一人あの受付からお姉さん出てきてくれて鍵を開けてくれました。開放現金。簡単に鍾乳説明すると、鍾乳石を守るため、洞内の温度を保つため、はい、開けっぱなしはいけません。星野洞の名前の由来、この一帯が星野さんの土地であることから付けられます。単純だなこれ。島には100を超える鍾乳洞があると言われているが、その中でも特に大きく美しい鍾乳洞がここ星野洞です。島ははるか離れた海でできた珊瑚礁がプレートに乗って移動しながら一回海に沈み、それが再び隆起した島です。そのため南大東島のほとんどが珊瑚礁を由来とする石灰岩でできています。はい、滑ります、気をつけてくださいねと。自動運転、こちらのボタンは関係者以外は映さないでください。帰りはこれに乗って帰れます。はいはい、それでは入ってみましょう。あ、ひんやり。おお、いや、これは結構な規模だなぁ。私、鍾乳洞好きでいろんなとこの鍾乳洞行ってますが、かなり規模はでかいです。はい。ああ。いや、この鍾乳洞は素晴らしいですね。いろいろ鍾乳洞行ったけど、こんだけ見事な鍾乳洞はそうそうあるもんじゃないですね。おー、すげーわー。あー、まあ上からこう溶けてきて、基本はつららのように鍾乳洞が伸びるんですが、面で伸びてくると壁のようになるっていうか、カーテンみたいになるんですね。ちょうどここの目の前にあるのがそれですが、細かい鍾乳石なんかも全部きれいに残ってます。これがまさに、はい、面で伸びてきてる。これをカーテンというらしいですが、ここの鍾乳洞はほれ、あの日本の鍾乳洞に、まあ、日本っつったってここも日本ですが、ありがちな
あの千畳敷とか天使の舞とかさ、いろんな観音様とかそういう主観的な名前がついてなくて、科学技術的な、まあ、用語での解説しかありません。つまりそれぞれの鍾乳石に何か名前がついてたりとかそういうことはないんですね。いや、逆に言うと一つ一つにそんなものの名前をつけなくてもいいぐらい規模がでかいという言い方もできます。すごいな。うわ、この石柱、石順がもう上下つながってですね、いや、なんかギリシャの神殿のような柱になってます。これ一つの一番太いやつは、そうだな、直径1メートル、円周多分周囲3メーターぐらいの巨大な円柱になってます。石柱すげえっすね、これ。おお、まさにギリシャ神殿です。うわ、どこまでもある感じですね、これ。おー、この鍾乳洞はすごいです。これ別に水平が歪んでるわけではありません。目の前に見えるつらら石は明らかに重力に逆らってっていうか斜めに生えてます。おそらくつらら石をつけたまんま岩ごと上から剥がれ落ちたか爆破されて落ちたか、下に転がってるあの、そうですね、実は今真正面にある岩って縦横3メーター4メーター5メーターぐらいの大きなものなんですが、明らか鍾乳石が完成した後で岩ごと崩れ落ちたようですね。この辺りそういうものがたくさんありますから、地殻変動なのか洞窟を開けた時の爆破なのか、なんだかちょっと貧血を起こしそうです。クラクラしてきました。星の洞から出てまいりました。1時間ぐらいいたかな。結構なんか中で瞑想できますね。星の洞を、はい、一途もうなんか、剥げてますけれども、ここ空港ですね。そして実はここがおそらく洞窟の位置だろうと思います。これが役場ですね。はい、右の建物がトイレと受付チケット販売所。ここなんか近々音楽ステージがあるということで、今なんか小さな櫓が組まれてます。その向こう側にある、はい、白い、建物が星野洞の入り口。非常によく整備されてるんですけども、おそらくまあこの島自体が人が住んで100年ちょっとなんで、まあおそらく環境意識とかが高まってから開発されたものなんだろうと思います。鍾乳石なんかみんな手つかずで綺麗に残ってます。素晴らしいですね、これ一度来るべきだと思います。星野洞でした。